オニオンスープインタラクティブ。日本マラソン。プレイヤー選択。何があった？まだ終わってないぞ。ヘイ、ウェディ・ジョーンズだ。準備はいいかな？わお、何があった？ヘイ、ウェディ・ジョーンズだ。エクセレント、インクレディブル。第1問。この中の一人がレースの勝者に。しかし一体誰が。やりました。お相手しましょう。お相手しましょう。
お相手しましょう。3、2、1、はじめ。縄縄は伝説の声で有名。この人が最後に大好き。中には王が持参した見物人もいるようだ。参加者、下まで行かながらどうぞ。参加者が相手。この男は竹の使いこなし方を知らないようだな。参加者、現実現場。参加者がバナナを落とした。参加者がバナナを落とした。イカズチよ、イカズチよ。レースを楽しんで聞いたんだな。あの自転車乗ってるやつは、なんであんなに幸せそうなの。参加者が相手を渡るスピードアップ。イカズチよ。参加者が柴犬に追いかけられてるぞ。参加者全員勝利、そして一つの星をゲットだ。3、2、1、はじめ。イカズチよ。参加者
参加者、これは寺までの通路だ。このコースは終盤へ。参加者が相手のため引くスピードアップ。参加者が参加者で一つ守り、そして一つの星をゲットだ。非常に興味深い。ここで引くわけには。さあ、このスコアをボードで見てみよう。よし。
まだ終わってないぞ。ありがとう。あ、もちろん。わお。違うと思うな。まだ終わってないぞ。そう。はあ。ありがとう。 CM 終了後にすぐ再開できるぞ。
よし。さあ、レースが始まろうとしてるぞ。誰が勝つのかな。やりました。お相手しましょう。おお。お相手しましょう。3、2、1、ビキン。参加者は誰の邪魔もすることなくお寺を進めるのか。挑戦してみようじゃないか。この人たちが丸太の上でバランスを取っている。なんて興味深いんだ。参加者、いや、毒キノコを食べてしまった。観客はレースを楽しんでるみたいだな。参加者が、はい、参加者と参加者が激しいデッドヒート。どっちが勝利をつかむのか。とんでもない長さの行列だ。誰もどこで始まり、どこに繋がっているのか知らない。参加者が第1ラウンドの勝者だ。そして1つの星をゲットだ。3、2、1、始め。全部だい。ここから何ができるのか。イカズチを。西森くん、強烈に頭からズドン。この恋科学は危険じゃないが、ゲーの落下は遅れが出るから致命的だぜ。ここで引くわけには。とんでもない長さの行列だ。誰もどこで始まり、どこに繋がっているのか知らない。ゼンベイちゃんがアイテムを食べてスピードアップ。参加者のような特徴として、ボスだからそう、相手のようで多くのという歌唱が発表されているんだ。西森くんと参加者が激しいデッドヒート。どっちが勝利をつかむのか。フィールアウト。西森くん第1ラウンドの勝者だ。そして1つの星をゲットだ。3、2、1、始め。西森くん、今柴犬に追いかけられてるぞ。なるほど、お坊さんの所得申告か。西森くんが1位に躍り出た。参加者が馬がどんどんと世俗的に。このエリアは特にトリッキーだぞ。参加者がアイテムを食べてスピードアップ。参加者の頭は息がいいね。参加者、橋を渡るのが好きな奴らもいるよな。ゼンベイちゃんが水没。参加者がラウンドを制するのか。ここにある道はダウンのみ。西森くんの頭は息がいいね。西森くんが芝居に追いかけられてるぞ。参加者第1ラウンドの勝者だ。そして1つの星をゲットだ。3、2、1、ビキン。芸者の着物を見ているとノスタルジーが溢れてくるぜ。穴に落ちる参加者も
試合のみぞ結果を西森くんが第1ラウンドの勝者だ。そして一つの星をゲットだ。3、2、1。おお、問題発生みたいだ。待機すべし。お、ウェディがインタビューのためにやってきたぞ。3、2、1、ビキーン。ここにはたくさんの店とレストランがあるが、ほとんど広告だ。一体ここから何ができるのかよくわからんね。参加者、ちょっと情けないぞ。開催中、西森くんの勝利。そして一つの星をゲットだ。3、2、1、始め。参加者が必死に踊り出た。参加者、明日まで痛みが残るぞ。子供が乗ってます。車の前を走るのがおすすめできないな。気合が入っているぞ。石森くんがゴールテープを切った。スコアを整理してチェックしてみようか。引くわけには。さあ、このスコアをボードで見てみよう。お、何があった？視聴ありがとう。CM 終了後にすぐ再開できるぞ。よろしくお願いします。負けたくない。ここで引くわけには。覚悟しなさい。もっと冷静になることです。なんてこった。ようこそ。非常に興味深い。また遊んでね。残念でした。非常に興味深い。また遊んでね。お、何があった？ブッブー。
非常に興味深い。準備はいいかな。さあスコアボードを見てみよう。ご清聴ありがとうございました。 Hey! ウェディ・ジョーンズだ。嘘をやめて。맞아요。I love it。아니에요。Later。そう。一期一会。No way. 전혀아니야. なんてこった。インクレディブル。展開だったぞ。まだまだいける。ここで引くわけには。こんなはずでは。ありがとうございました。一問。よくできました。すごいすごい。大正解。よくできました。エクセレント。ご清聴ありがとうございました。よし、誰が一番か見てみようじゃないか。やりました。お相手しましょう。よろしく頼む。お相手しましょう。3、2、1、はじめ。参加者、この頭はいい。浮き輪は予想のつかない障害ですか。参加者、明日まで痛みが残るぞ。参加者、参加者と参加者が激しいデッドヒート。こっちが勝利をつかむのか。不意のアウト。参加者、この頭は息がいいね。参加者、勝利。そして一つの星をゲットだ。3、2、1、始め。
参加者がアイテムを食べてスピードアップ。ダーウィン君が頭を強打。家では気をつけない。はあ、運転手はマラソン開催中って知らないのか。参加者が強烈に頭からズドン。ダーウィン君がラウンドからバイバイ。そして2つの星を失うぞ。どうやら聞くところによるとオニオンスキー絞り。強烈に頭からズドン。
西森くんが柴犬に追いかけられ、西森くんの勝利。そして一つの星をゲットだ。3、2、1、ビキン。参加者が強烈に鼻からズドン。西森くんが強烈に鼻からズドン。ダーウィン君の頭は息がいいね。参加者が強烈に、このエリアは特にトリッキーだぞ。西森くんがエース参加者連戦第1ラウンドの勝者だ。そして一つの星をゲットだ。3、2、1、始め。さあ、このスコアをボードで見てみよう。なんてこった。
まだ終わってないぞ。信じられない展開だったぞ。何があった？さあ、スコアボードを見てみよう。視聴ありがとう。 CM 終了後にすぐ再開できるぞ。一人がレースの勝者に。しかし一体誰が。やりました。お相手しましょう。큰그림을볼줄모르는건。よろしくお願いします。3 2 1、ビキニー。西森くんがパイナップルバルーンを手放した。参加者の行く手に降り注ぐ。西森くんが頭を強打。家では気をつけな。看板が参加者の行く手に降り注ぐ。西森くんがラウンドを制するのか。うわ、地震発生だ。西森くんが第1ラウンドの勝者だ。そして一つの星をゲットだ。3 2 1、参加者始め。見物人もいるようだ。ファイヤージャグリング見ていて楽しいが。ここにはたくさんの店やレストランがあるが、ここだ。
石森くんが命がけで食い下がる石森くんが、うん、この店を開くのが俺の夢だったんだ。靴やなんかない。参加者エースが第1ラウンドの勝者だ。そして1つの星をゲットだ。してくれたまえ。西森くんがこのレーザービームは大人口から生み出されたもので最高の品質を誇るんだ。パークくんと西森くんが激しいデッドヒート。どっちが勝利をつかむのか。不意のアウト。あなた。3, 2, 1, begin! スヌグル君が強烈に頭からズドン。参加者がゴールテープを切った。スヌグル君が信じられない展開だったぞ。ここで引くわけには。さあ、スコアボードを見てみよう。
をやめて。準備はいいかな？最後の問題です。強敵だな。はっ、よし。集え精霊の力よ。集え精霊の力よ。こんなはずでは。그럴 줄 알았지. 아니에요. 언제나 길을 잃는 법이지. 선생です. 아. 아. It's nothing.まだまだ終わってないぞ。ごめんなさい。よろしく頼む。第二、許し
しません。No way. Huh? Come on. さあ、行くぞ。よし。この中の一人がレースの勝者に。しかし、一体誰が？やりました。よろしく頼む。ミャオ。お相手しましょう。スリー、ツー、ワン、ビキン。山鳥県の山に差し掛かった新鮮な空気、そして強烈な肥料の匂い、気候はとんでもないことになってるぞ。西森くんがバナナを落とした。多分あのバックパッカーはベルギー。この景色は棚田として知られている。段差のついた形状を作る手法は傾斜の厳しい場所や山の斜面で農業を営むには手付け。西森くん、お勝利。そして一つの星をゲットだ。スリー、ツー、ワン、ビキン。参加者が水没。この景色は棚田として知られている。段差のついた形状を作る手法は傾斜の厳しい場所や山の斜面で農業を営むにはうってつけ。フェニックスさんはあんなところで一体何を。この景色は棚田として知られている。段差のついた形状を作る手法は傾斜の厳しい場所や山の斜面で農業を営むにはうってつけ。ダーウィンじゃないか、の勝利。そして一つの星をゲットだ。スリー、ツー、ワン、ビキン。この家に住んでいる人は草を集めているんだ。俺もある草を手にしてスタンリーって名付けたけどさ、スタンリーは帰らぬ草。参加者がバナナを落とした。この機械は作物を収穫する。一歩間違えば内臓の収穫祭の始まり始まり。不意のアウト。岸森くんが頭を強打。家では気をつけな。草でいっぱいの丘を転がり落ちるロマン。大人には許可されない。西森くん。前の丘を転がり落ちるロマン。大人には。スリー、ツー、ワン、ビキン。参加者面積時間業務レジ。この日本酒にはアルコールが含まれています。参加者頭を強打。家では気をつけな。ばあちゃんと酒蔵天国をしたことがあってね。初老の男が大村にお目に顔をつけていた。フェリックスさん。スリー、ツー、ワン、ビキン。ハロウィン君が強烈に頭からストーン。カダルへの真っ逆さまはマッドニュース。都会と日本酒を舐めることになるぞ。ダーウィン君がラウンドを制するのか。ダーウィン君がついにアウト。西森君が勝利。そして一つの星をゲットだ。3、2、1、始め。フェリックスさんはもっと頑張りなさい。西森くん、明日まで痛みが残るぞ。普通は精米や増量追加が行われるんだが、この酒蔵で西森くん。
3、2、1、始め。フェニックスさん、強烈に頭からズドン。石森くん、強烈に頭からズドン。続いてやってきたのは参加者平均の第1ラウンドの勝者だ。そして1つの星をゲットだ。3、2、1、始め。ハロウィン君が強烈に頭からズドン。フェニックスさんが強烈に頭からズドン。一体ここから何ができるのか、星が見える。参加者はもっと頑張りなさい。勝利をつかむのは誰だ。これでフィナーレ。フェニックスさん、3、2、1、ビキン。参加者、明日まで痛みが残るぞ。石森くん、明日まで痛みが残るぞ。ラム氏が爆発するなんて誰が予想できただろうか。漁師がいなけりゃ村の人々にオメガ3脂肪酸は届かない。参加者のみんなはこの点を理解すべきだ。スコアを整理してチェックしてみようか。希望であればカバン内のノートにこのスコアを書き留めておくこともできるぞ。わあ、インクレディブル。一緒にやりません？なんてこった。ふぅ、そうとは思わないかい。非常に興味深い。始めましょう。始めましょう。思わないかい。非常に興味深い。そうとは思わないかい。はぁ、まだ終わってないぞ。わぁ、うん、Hey! ウェディ・ジョーンズだ。頼む。負けられないわ。ここで引くわけには。これは強敵だな。覚悟してください。はあ、重い重い。まだまだいける。ここで引くわけには。よし、トラーくわっ、かわせるかしら。これで終わりです。もっと冷静になることです。やった！うっ！危ない！効かないわ！
そこ。よし。先を急ぎましょう。ここで引くわけには。まだまだ引ける。そこ。かわせるかしら。集え精霊の力よ。よし、誰が一番か見てみようじゃないか。やりました。よろしく頼む。おお、よろしくお願いします。3、2、1、はじめ。このコースの名前は虫虫だよ。猿は僕と虫虫してた。バナナを投げるのが大好きな全ベイちゃんがバナナを落とした。全ベイちゃんが頭を強打。ここに来るたびに凍傷で足の指が犠牲になるんだ。残りわずか4本だけど保険で数百万が舞い込んでくるっていう戦法さ。ダーウィン君が首だるまを避け損なったぞ。おい、選手があんな危険なところをぴょんぴょんと。残る3箇所は2人のみ。これからどうなるんだ。不意のアウト。石森くんが、罠の石森くん。3、2、1、はじめ。全ベイちゃんがエースから除外されたぞ。そして2つの星を失うぞ。ここに来るたびに凍傷で足の指が1本犠牲になるんだ。残りわずか4本だけど保険で数百万が舞い込んでくるっていう相当さ。石森くんが命がけで食い下がる。次のアウト。ダーウィンくんが熱追跡ボタンを手放した。石森くんが第1ラウンドの勝者だ。そして1つの星をゲットだ。3、2、1。おっと、レースが中断されたぞ。ウェディがここで何を。3、2、1、ビキン。猿は温泉に縄張り意識を持つことで知られている。選手に対していたずらな猿がバナナの皮をインクレディブル。かつても猿を飼っていたよ。テレビルの足が大好きでね。でも都会の騒音に耐えられず田舎に移り住んでしまったんだ。選手に対していたずらな猿がバナナの皮を。悪モンキーめ。スヌグル君が猿に邪魔されているぞ。猿は温泉に縄張り意識を持つことで知られている。選手に対していたずらな猿がバナナの皮を。悪モンキーめ。猿たちは山から駅まで大事な文書を運ぶために石森くん。ふっ。
3, 2, 1ビキニーン。ゼンベイちゃんが強烈に頭からズドン。石森くんが強烈に頭からズドン。スヌクルくんが集団の先頭に立ったぞ。選手たちはスノーボールヒル石森くんの勝利。そして一つの星をゲットだ。3, 2, 1ビキニーン。あの雪だるまはどうやら尊敬されてないみたいだな。スヌクルくんの頭は息がいいね。あの雪だるまはどうやら尊敬されてないみたいだね。と。石森くんが強烈に頭からズドン。結局全てはレースの山場へと通じるんだ。ダーウィンくんの頭に猿がくっついた。山の過酷な洗礼を突破して今誰が勝者になるのか結果が明らかに。ダーウィン君が最後まで走り切った。スヌクル君、石森君が最後まで走り切った。非常に興味深い。ゼンベイちゃんが監修をしてるぞ。訴訟問題にならなければいいけどな。さあこのスコアをボードで見てみよう。選手に対していたずらな猿がバナナの皮を割るモンキー。ここで引くわけにはこんなはずでは。ここで引くわけにはこれは強敵だな。強敵だな。先を急ぎましょう。もっと冷静になることです。もっと冷静になることです。対面許しません。안녕하세요고맙나사전혀아니야다행히許しません。전혀아니야하아니에요してください。전혀아니야。よし。よし。ふん、그럴줄알았지。
覚悟してください。언제나길은있는법이지제가Nothing. まだまだいける。Meow. Right on. Ha. Meow. そう。負けたくない。レースが始まろうとしてるぞ。誰が勝つのかな。やりました。ミャオ。余計なお世話だ。若い子とうるさく言うな。3、2、1、ビキン。石森くんが集団の先頭に立ったぞ。葉月様がパイナップルバルーンを手放した。信号を飛び越えるのが秘策かもね。もしくは身をかがめてユニスボスか。毎週日曜日、新幹線でネオ人口から山通りまで家族に会いに行くんだ。そこでやることといったら、大概父のパソコン、ペンティアム2からマルウェアやウイルスを取り除く仕事なんだけどね。3、2、1、始め。ひでこさんが1位に躍り出た。観客はレースを楽しんでるみたいだな。気持ちいい。フェニックスさん強烈に、フェニックスさん星野に、そしてウルフに星をゲットだ。3、2、1、
クです。列車は時間通りに駅に到着。こんなお手の物。今度は芝屋や行きの電車の地下鉄プラットフォームを見つけるんだ。サラリーマンの王様。この改札は政府によって観光客を陥れ恐怖に脅かせるために設計されている。実際かなり効果的。葉月様が強烈に頭から葉月様3、2、1ビキニーン。明日まで痛みが残るぞ。電車が出発する。遅れるな。西森くんがあの給油管理車を吹っ飛ばした。葉月様の勝利。そして一つの星をゲットだ。3、2、1ビキニーン。西森くんちょっと情けないぞ。車内での飲食はマナー違反。アイテムを食べると人気が低下するぞ。奇妙なことに地下鉄の列車で人を押さないのは法律違反。素早くプッシュせよ。西森君強烈。黒いズボン、白いシャツ、黒のブリーフケース。彼らはビジネスマンで違いない。何らかのビジネス的なことをやっているはずだ。ラッシュアワーとなるとこの駅には最も近い惑星の生物よりも多くの人が押し寄せる。柴犬がお気に入りのお店の開店待ちに。ちなみにこの店で売っているのはお酒と犬用のお菓子だ。3、2、1ビキニー。子さんはあんなところで一体何を。これは芝屋屋の交差点。1日27時間、週8日、人が入り乱れる。
葉月様が強烈に、うわ雨だ。選手は傘を持っていない。計画性のなさを露呈する形に。がゴールテープを切った。フェリックスさんが、信じられない展開だったぞ。さあ、このスコアをボードで見てみよう。甘く見たな。やった！絶対に許しません。ついにお迎えが。いった！やった！しおりだか甘く見たな。よし、ゴー。よし、しおりだか甘く見たな。よし、まだまだ。ありがとうございました。知恵、もちろん。よし、もちろん。じゃあね。
覚悟してください。絶対に許しません。ありがとう。絶対に許しません。違うと思うな。違うと思うな。盛り上がってきた。違うと思うな。よろしくお願いします。くそ。もっと冷静になることです。じゃあね。全然重い。全然重い。
残念でした。また遊んでね。全然本当？ここで引くわけには。よかった。私もまだまだね。よし、そうです。ありがとう。さてと。若い子とうるさく言うな。3、2、1、ビキン。葉月様、ワイ、こんなところで一体何を。葉月様が相手ブーム。選手が今度は巨大化、銀の出動を要請するんだ。葉月様が鉄追跡メロンを手放した。銀塾ではビジネスマンは昏睡状態になるまで食べて飲む。葉月様が犬の肉を手放した。ミスターロボットのロボットカフェにはロボットのような見た目のスタッフがいっぱい。ここの客は犬の肉。3、2、1、ビキン。Yeah!
葉月様が保持でいっぱいのバスを破壊。こいつはひどい。葉月様がレースから除外されたぞ。2つの星石森が3, 2, 1 Begin! 葉月様が強烈に頭からズドン。右の頭石森くん、明日まで痛みが残るぞ。右の頭石森くんの頭、そして2つの星をゲットだ。3、2、1始め。石森くんがフルーツトラックを破壊し相手、葉月様が頭を強打。家では気をつけな。石森くん、ヨヨパークではコスプレイヤーが集い自撮りを楽しむ。かつて石森の演奏をして公園を沸かせたこともあったな。ヨヨパークでは多くのミュージシャンが楽器の練習に愛しむ。ほとんどのマンションで騒音に関する厳しい規則があるからね。私はバンジョーを演奏できるぞ。このエリアは特にトリッキーだぞ。3, 2, 1この中断の意味とは？様子を見ようか。トラックには相手、ネオドームはアクションが甘すぎることで常に観客でいっぱい。石森くんがパイナップルバルーン。続いてネオドームへ。ここでライオン使いを見たけど、どうしてアホなやつだった。葉月様頭は息がいいね。3, 2, 1はじめ。ここにある道はダウンのみ。葉月様がラウンドからバイバイ。そして2つの星を失うぞ。アーケードゲームで遊ぶ人の邪魔は非常に失礼な行為。絶対にやめ。石森くん頭は生きがいいね。3, 2, 1 Begin! 葉月様が監修を押してるぞ。故障問題にならなければいいけどな。葉月様強烈に頭からズドン。秋葉原にはベネツィアにおける運河よりも多くの漫画が。こちらはレインボーブリッジ。以前は顔が描かれた巨大なコンクリートブロックがあったが、車の粉砕被害から撤去されることに。葉月さん、残る3カ所は2人のみ。葉月様、お勝利。そして2つの星をゲットだ。3, 2, 1 Begin! 葉月様がアイテムを食べてスピードアップ。葉月様の頭、結局全てはレースの山場へと通じるんだ。葉月様が芝犬に追いかけられてるぞ。石森くんが芝犬に追いかけられてる。これでレースもフィナーレ。その後は支局のゴロゴロ時間だ。石森くん
であればカバン内のノートにこのスコアを書き留めておくこともできるぞ。信じられない展開だったぞ。準備はいいかな。負けたくない。エクセレント。よし、絶対に許しません。残念でした。まだまだいける。最後の問題です。よし、ご清聴ありがとうございました。To make, watch a barrel, watch a dock. Don't be sad for sushi hall. If you fall, you cannot lose now. Food will give you double boost. Does love make you? Does love take you to the stars?Let's see now how far. If I run, I can't fall. If I stay, I lose it all. Watch me battle through the mighty time that I've done you. So don't cry, my dear, you'll see. You're glad you trusted me.Love will power me, and love will drive my heart, and love will drive my heart, yeah, yeah.ごちゃ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 言いやがって、なんだこいつはもう。